GNOME コマンダーは2つのパネルを持ったファイルマネージャで GNOME のために開発されている。GTK ツールキットとノームブフス、GVFS などの技術を用いている。GNOME コマンダーはノートンコマンダーにおけるスプリット、ビューインタフェースに基づいた2つのパネルを用いるファイルマネージャの1つである。これはファイルの移動やコピーの際に同時に ソースと目的のディレクトリを表示することを可能とする。これはまた便利に2つのディレクトリを比較することを可能にする。これによってデスクトップに存在するウィンドウの数を減らすことが可能である。GNOME コマンダーでは2つのパネルは垂直方向にも水平方向にも配置することができる。GNOME